カロリーネ・フォン・ヘッセン・ホンブルクは、ドイツのヘッセン・ホンブルク家の皇女。ニーケ系、ロイス公国の皇妃であり、公国の摂政を務めた。ヘッセン・ホンブルクホーハクグスタフとその妻で、アンハルト・デッサウ公成子、フリードリヒの娘、ルイーゼの間の第一子、長女。正式な洗礼名は、カロリーネ・アマーリエ・エリーザベト・アウグステ・フリーデリケ、ルドビーケ、クリスティアーネ・ヨゼフィーネ。 レオポルディーネ・ゲオルゲ・ベルンハルディーネ・ビルヘルミーネ・ボルデマーレ・シャルロッテ。両親は、実のおじと名の間柄だった。1839年10月1日、ホンブルクで、2位刑、ロイスコー・ハインリヒ20世と結婚。夫の死後、1859年から1867年まで、未成年の息子・ハインリヒ22世に代わり広告を、摂政として収めた。 カロリーネの父グスタッフはオーストリア軍人であり、また今回ロイス家の親類演者も多くがオーストリア軍に仕えていたことから強い反プロイセン感情を抱いていた。このため、広島戦争ではオーストリア側につき、その結果広告の首都グライツをプロイセン軍に占領されてしまう。2ケーロイス広告がハノーファー王国のように、 プロイセンに併合され消滅する運命を免れたのは、ひとえに、プロイセン王ビルヘルム一世のザ定作戦バイマルアイゼナ派対抗、カール・アレクサンダーが、ロイスケと遠赤関係にある吉見で王に口添えをしてくれたからである。公国の存続のため、カロリーネは、息子の摂生から降りること、個人資産の半分をプロイセンへの軍勢として、献金することを強いられた。 夫との間に生まれたご死は以下の通り、ありがとうございます。